あんたのせいでこの子の未来は台無しよ。もうお前のことは息子とは思わない。二度と俺の前に姿を現すな。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。これ、あんたのことだろ。さあ女子高生紹介してよなあ、新田先生。消えてくんない？あんたが手出した女子高生さ、処女だった。ぜーっ、おい、大丈夫か？ないよ。示談金さえ用意すれば向こうも納得する。絶対そうよ、分かるの。私、薄い先生が出す意味が分からない。力になりたい。これは俺の問題だから。じゃあなんで私に話したの？新田先生が悪いんだよ。もう聞いちゃったんだから。あなたが私を関わらせたの。君が正樹君か。この度は本当にありがとうございました。本日からよろしくお願いします。自分に心があるなんて思うな。俺のために懸命に働け。はい。僕と結婚してください。